皆さんおはようございます。斉良平です。今日は7月7日ね、七夕です。で、今日は87日目ですね。それで、七夕って言ってたんですけども、まあうちのお店は今日まで、七夕の、短冊置いてますので、もし何か、お願い事があったら、かけに来てくださいっていう話と、まあこの七夕についての動画は、YouTube の方に上げさせてもらってるんですけども、まあ僕もこれを見てて本当に毎年思うんですけどね、願い事が叶わなかったっていうことを言われる人たちが稀にいらっしゃるんですけども、僕いつも思うのは、例えば今までの話の中で、まあ、節句っていうものがありますって言って、まあ、1月7日、3月3日、5月5日とかって、まあ、人のお願い事をやるのに関しても7月7日や、まあ、9月9日の重陽の節句っていうものを使ったりして、まあ、願い事を叶えるきっかけになるっていうのがあったりするんですが、それ何だろうんだろう、なんで昔の人たちはこういう日を作ったんだろうかなっていうのを考えた時に、多分思うことは、願い事って誰かに叶えてもらうことじゃなくて自分自身で叶えることなんですよね。だからこそ自分たちが常に意識しなくちゃいけない。今年私が一体何を叶えようと思って今やってるのか、この行動をしてるんだろうかっていうことを常に意識させるために、まあ、3月3日とか5月5日とか、ね、7月7日っていうそういうちょっとしたタイミングでそれを思い出させてくれる。なので願い事が叶わなかったって言ってる人たちは、多分その願ってたこと自体が明確じゃなかったっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですよ。漠然としてる、もっと幸せでいたいとか、お金持ちになりたいとかじゃなくて、そうなるために私はもっと具体的にこうしていこう、ああしていこうっていうものが、具体的なものがなかったから叶わなかっただけであって、いきなり大きなものじゃなくて小さなものをコツコツとやっていくっていうことから、やっていくことで人の大きな願いっていうものは叶っていくんじゃないのかな。そして今日という七夕っていう日は、その願い事っていうものをもう一度、このね、ちょうど半ば1年12ヶ月の中でちょうど真ん中ぐらいのところのこのタイミングで、あ、僕たちが今年何を叶えようと思ってたんだろうかって、それを思い出せるためのきっかけとして、まあ七夕っていうものがあるんじゃないかなと僕はそう思います。なので皆さんが今短冊に、込めた願い、その願いを叶えていくために、私たちがまあ今日からどういうふうにして行動していくことで変えることができるのかっていうことが、叶えていくことができるのかっていうことをもう一度考えてみるべきタイミングだと僕はそう思います。なので今日という日を、しっかりと覚えた上で、私の願い事は何だったのかということを思い出して、今年から、今年じゃない、今日からまた一つ自分の行動を変えていくきっかけになってくれたらいいなっていうものが七夕だと思ってます。なので忘れないようにしてください。今日は以上です。今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。